ぞ。そして3人のゲストに来てもらいました。はい、私日本で活動している YouTuber 台湾出身のリリです。はい、今日本で一番有名な台湾人、 YouTube テレビでも勢いになる Vlogger のリリーブラウニー。それだ、台湾一有名なチアリーダーといえばチュンチュン、国境越え日本でも大人気、 CM の引っ張り役だ。ショート動画クリエイターのコジュンヤです。よろしくお願いします。よっしゃ、コジュンヤさん。登録者380万人、台湾トップのニハルジャパンでも活動中。ということで、いくぞ。イエーイ。ここ正門町でも屈指の大きさを誇るらしい。5分がどれだけ多くの品を買えるか、何点買えてどれくらいの金額になるか。数も大事ってことですか。数も大事。あ、なるほど。お菓子とかあったやつ、シャオパオクっていうシュークリームみたいの、シュークリームみたいな、いろいろね買いながらシャオパオクを見つけながらこう入れていこう。茶園、お茶も絶対買わないといけない。台湾といえばお茶なんだ。お茶、しかもチュンチュンが映ってる。えっ、映ってるものありますよ。もう飛び始めてもいいですか。もう、いや、まだ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 、まあ、皆さんお菓子好きかなと思って、でやっぱり子供の夢を育てる場所ですから、5分間たくさん買いまくったらどれくらいになるんだろうっていう、やっぱ牛乳さん1年分以上のお菓子を買っちゃいましょう。5分で1年分、5分で1年分。すごい。オーケー、 We can do it! Let's go! もういいよ、全部入れちゃう。もう美味しいやつ、美味しいやつ。あと2分よ、半分よ、あと半分もあります。サボってんじゃないよ。サボだ、サボ。サボの持ってきて。サボ足りない。これうるせえか、それ。おらー、ガンガン入れちゃう、ガンガン入れちゃう。ガンガン、あと1分5秒。もうガンガン入れて、ガンガン入れて、入れて、お菓子入れて。お菓子、お菓子、お前お菓子じゃないよ、もう。もういいよ、それもいい、それもいい。いっちゃう、いっちゃう、いっちゃうよ。チュンチュンのお茶ある？チュンチュンのお茶ある？あった、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 ほら、うわぁ、本人だ。あと30秒、入れて入れて入れて、チュンチュン、リリー、こっち、こっち、こっち、見てみますか、果たしていくらなのか。3、2、1。
金額がいくのか、合計2万77円でした。購入した商品の数はなんと190個。はい、ということで台湾のクリエイターの皆さんありがとうございました。ありがとうございます。皆さんのねチャンネルも概要欄に貼っているのでよかったら見てみてください。それじゃまたな。それは配りに行きます、台湾です。台湾のみんなに配りに行きます、夢配りに行きましょうよ。素晴らしい。レッツラゴー。チュファチュファもう食べてるし早い。もうよいしょよいしょよいしょ。もういいかもしれない。もう会いに行きたい。ナイス。オッケー。